成功するために必要なことというのはやっぱり成功者マインドをね身につけるということですよね。豊かになりたい、豊かさマインドを身につけるね、お金持ちになりたい、そのお金持ち波動をね、それを身につけるということですよね。この波動っていうのは何かオーラというかですね、自分自身がこう生み出すバイブレーションというかですね、そういう、目に見えないものなんですよ。なんか見た感じ絶好調な感じがする人とかね、見た感じハツラツとした感じがする人っていらっしゃるじゃないですか。それですよ。もうパッと見分かるんですよね。もう目に書いてあるというか目の輝きが違うんですね。目の輝き、肌の艶、なんていうか、その、エネルギーですよね。このエネルギーが違うんですよ。そのエネルギーはね、この波動はですね、波動共有させることがものすごく大切なんですね。だから成功を志すのであれば、成功者との、その時間共有、環境共有、波動共有をね、いかに、この3密をいかに、構築するかですよね。いかにその確立させるかですよね。3密を大事にする。もう一回言いますね。成功者との時間共有、環境共有、波動共有、まあ、この波動ですよね。波動を浴びる、もうとにかく、近づくということですね。そして仲間入りをするということですね。誰と組むかってむちゃくちゃ大事なんですよね。成功者の仲間入りをさせていただくわけですよ、ね。ですから、話を聞くとかね、その方 の、 その発信しているそのコンテンツから学ぶとかね、YouTube とかいろいろ今出てますよね。本を読むっていうのもそうなんですけれどもね。そしてその方とリアルに関われる、そんな関係性を大事にするということで、やり取りですね、双方向のやり取り。昔で会えばね、会わないとその実際に空間をね共有しないと、電車に乗ったり飛行機に乗ったりして成功者に会いに行って、そしてお時間を作っていただかないと、この3密ですね、時間共有、環境共有、波動共有ができなかったんですけれども、今の時代はですね、なんとこれを SNS でやってのけることが可能なんですよね。その成功者の方が発信しているその YouTube にコメントを入れる、できますよね。その方とそのメッセンジャーや LINE でつながる、できますよね。その方が開催されている、そういったオンラインサロンみたいなものに登録させていただく、できますよね。その方の、講座を受けるとかね、その方の、イベントに参加する。このイベントっていうのもね、各種セミナーや、それからお茶会とかね、いろいろ交流会とか行われてますけど、今これオンラインでね、スマホの中で参加させていただくことができるんですよね。このスマホを使えば、この成功者との関わりがね、ものすごく効率的に、逆にお互いどこにいてもね、何しててもできちゃうわけですよ。このスマホっていうのは実は音やそれから映像をね、共有することができます。そしてもちろん文字とかね、いろんなその資料なんか、知識や情報も共有することができるんですね。これだけ一気にその全てをね共有することができる。まあ実はね、波動共有、このバイブレーションもね共有することができるんですよ。このスマホの中で人と関わるっていうのは、リアルで関わる以上のリアルな関わりをこう持つことができるんですよね。どういったことかというとですね、リアルで会っててもその方が発信した言葉がもう一度ねテロップで出てきたりとか、その方の参考文献をね、調べたりとか、その方が出している本をいきなりそこで注文したりとかできないじゃないですか。いいなと思ったらまた本屋さん行って探したりとかね、そうやってすごく手間がかかるんですよ。でもスマホの中で、この関わってる限り、そういったことがもう全部スマホの中でできちゃうんですよね。そしてその、その方の発信する、発する言葉から、それからその方の動画から、何よりもね、そんな回りくどいこと言わなくても
もうその方の発信する波動がね、このスマホを通じて伝わってくるんです。波動共有ができちゃうんですよね。だからデジタル時代のその経営構図の作り方ですよね。やっぱりその商売うまいことやろうと思ったら成功者と関わるっていうことが大事なんですけれども、もうあの意図的にね、意識的にもう積極的にその成功者とスマホで、しかも SNS で関わるということなんですよ。その方があの SNS をあまり活用されてなかったらね、チャンスですよ。あなたがその方とのそのコミュニティを作ればいいんですよ。その方とあのつながったら素晴らしいだろうなって思う方見つけてきて、そしてご紹介したい方がいるんですとか言って、メッセンジャーとかそういった LINE とかでね、メッセンジャーグループですよ、 LINE グループ作っちゃえばいいんですよ。そうするとその方とずっとね、関われるじゃないですか。その方々の仲間入りができるでしょじゃないですか。あなたがそうなりたいって思う方ね、見つけてきたら、いいね押したりコメントしたり、やり取りしたりすることによってその方と親密になることができるんですね。その方にどうやったら喜んでいただけるだろうと考えて、それをスマホの中で、実践、もうシェアするだけでも喜ばれますよ。本当に私あなたのファンなんです、あなたの、話に感動しました、ぜひね、シェアさせていただいてよろしいですか、ぜひぜひお願いいたします。そうやってねファンになってくださった方をないがしろにしたりしないですよね。どんな方でもね、どれだけ成功している方でも、そのどれだけ著名な方でもね、やっぱりその自分のことをすごくこうね、支持してくれるっていうか、気に入ってくれるっていうかね、そうやって好んでくれる方気になりますし、そんな方のお役に立ちたいって思うはずですよ。そんな方が組んできたコミュニティ積極的にね参加するはずなんですよね。その場作りというかね、コミュニティ作り、初めはその1対1、それから1対2、それから1対5、1対10、そして1対50、1対100とかね、まああなたが1ですよ。そしてあなたのこう意図するところによってできたコミュニティがそうやって増えていけばいくほど、あなたはその成功者の波動をね浴び続けるということになるわけですよね。この成功者との時間共有、これはむちゃくちゃ大事なんですけれども、実はスマホの中で楽勝にできてしまうということなんですね。リアルの世界でやっぱり人と会おうと思ったら大変ですよ。1ヶ月前からね予約入れて、2週目の火曜日あたりだったら大丈夫そうですとか言ってね、じゃあ2週目の火曜日何時ぐらいがいいか、あその時ならちょっと分かんないんで、この移動があってここで行けるかななんて言って、そして1週間前ぐらいに確認して、2、3日前に確認したら、あごめんなさい実はこの日にこれ入ってしまいましてとかね、それで優先順位とかもねあったりしてですね、あなたがいくら関わろうとしてもなかなかそこに切り込めなかったりするわけですよ。ところがこのね、スマホを使えば瞬時にね繋がれるわけですよ。まあもちろんね、その繋がり方とかコミュニケーションのね、仕方とかそういったものは必要ですけれどもね、瞬時です、繋がることができるわけですね。そしてそのデジタルバイブレーションもね、スマホを通じて成功者の波動を浴びることができるわけなんですよね。そしたらこちらの波動もね、こちらのオーラもね、もうだんだんとね、その洗練されていくんですよ。キラキラ輝いてくるんですね。だんだんとそのそういう風になっていきます。周りに影響されますからね、この波動っていうのはね。メトロノームの実験なんか見てください。ね、メトロノームって一定間隔でリズムを刻むっていうね、そういうピアノとか練習するときに使う機械なんですけど、あれをねバラバラに動かし出したらね、カチッカチッカチッって言うんですよ。そしてそれをバラバラに動かしてね、全部バラバラ、まあ、50台ぐらい並べて全部バラバラに動かすんですよ。そしたらカチ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 、いっぱい音出ますよね。でもその中でももしかしたら2台同じね動きしてるかもしれない。そしたらそれにつられてそれが3台、それが4台になってね、揃ってくるんですよ。要するにこれ YouTube なんかでちょっと見てください。メトロノームの実験って調べたら出てきます。なんか違う動きしててもそのだんだん大多数のね、その発する振動にね揃ってしまうんですよ。この波っていうのはね、なんかそういう性質あるんですよね。引き寄せだってそうです。僕たち人間としてねバイブレーション波動出してるんですけど、その波動によってですね共感共鳴共振共鳴する方
方がつながっていくんですよね。そして類ともね、いろんな、例えば本当にありがとうでいっぱいのね、そんな波動を出してるとありがとうでいっぱいの方とつながるんですね。逆に、何か自分のね、都合ばっかり考えてずるいこと考えてると、そのずるいことばっかり考えてる人のをどんどん引き寄せて いってしまうんですよね。だから成功者マインドですね、成功波動をね出していくっていうことがむちゃくちゃ大事ですよね。そしてその成功するために必要なことっていうのはもうたくさんあるんですけれども、やっぱりね成功していく方の特徴はですね、いくつかあるんですけど、まずね動機ですよね。強い動機をこう持っていること、なので強い動機を持った人を見つけてね、近寄っていってください。なんでそれやるんですかって聞かれた時に、何のために、誰のために、なぜやるんですかって聞かれた時にブワーって喋り出すような人、その人強い動機があるっていうことですよ。逆に喋れないとかね、その言えない人っていうのは動機がありません。動機がないから、ね、動機っていうのはやる理由です。それがないからやっぱり続かないし結果も出ないということですね。そしてその強い動機がある人に巻き込まれて、あなたもその強い動機をね、モチベーションって言います。動機はねセットアップしてください。モチベーションは上がったり下がったりするもんじゃないです。セットアップするんですよね。今決めるということです。動機を確立するということですね。セットアップする。そして二つ目はですね、ハングリー精神ですよね。やっぱりその楽しみたいとかね、自由なりたいとかね、食べたい、飲みたい、歌いたい、踊りたい、このね、その欲求ですよね。この欲求レベルが高いということですね。ハングリー精神あるということですね。お腹空いてるいうことですね。お腹空いてる時に目の前にお食事あったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。やっぱり望んでるっていうことですね。夢をいっぱい掲げて膨らましてる方は、目の前にその夢が叶うかもしれないチャンスがやってきたら全力で掴みにかかるんですよ。しかもですね、確信がありますから、その自分はね絶対に夢を叶えることができる、成功することができるという確信がありますので、そういった方は成功するまでやり続けるんですね。成功するまで諦めないんですよね。そしてそのちょっとしたことではね、その折れません、心折れません。そういった方を見つけてね、そういった方と仲間入りしてください。波動共有してください。そして3つ目はね、そのタフさですよね。何が起きてもその過程をね全力で楽しめる心なんですよ。夢に向かって、成功に向かって一歩踏み出したらいろんなことが起きるんですね。しかもそれを最短最速でやろうと思ったら最短最速でいろんなことが起きるんですよ。そのいろんなことって言っちゃいましたけれどもね、いいことも悪いことも全て一気にやってくるわけです。要はですね、最短最速で変化していくっていうことなんですよね。変化していくとなれば、一つの変化じゃないんですよ。たくさん変化していく。価値観の変化、ね、習慣形成、それから、器の拡張、いろいろと変化していくわけですけど、その全てがね、こうギュッと凝縮してね、その全てを味わうことになるんですよね。これって一体何なのかっていうと、一言で言うと魂のレベルアップなんですよね。そのバイブレーションが、波動が良くなっていくっていうのはイコール魂のレベルアップなんですよ。魂のレベルアップに全ての結果がねついてくるんですけれども、その魂のレベルアップの過程をですね、全て勉強だと思って、その楽しむことができますかっていう話なんですね。これを楽しめる心、楽しめる強い心、これがですね人生において最も必要なことなんですけれども、そのあなたのねそのレベルアップの過程はね、実は時に辛かったり苦しかったりするかもしれないですね。やっぱり筋トレとかしててね、筋力をつけようと思っても、その筋トレしてる時は重かったりね、もう持ち上げられなかったり、もうめげそうになったりねするかもしれないです。でもそこを乗り越えてね、初めてレベルアップするわけじゃないですか。そのレベルアップの過程っていうのはね、楽しむことができるんですよ。いずれ ああいう風な人生になるために今こんなことが起こってねんなと、その一つの過程として楽しむ、この考え方ができるかどうかなんですよね。そしたらいろんなことが乗り越えていくことできるんですけど、もうどんなことがあってもねへこたれない、強いその心とかタフさとかね、そういうのを持ち合わせた人が世の中に成功者としていらっしゃいます。その方がね何かその危機とね、リ
スクとこう直面した時のね考え方、それから発する言葉、態度、見てみてください。もう一切の泣き言ありません。そして一切恐れません、憂えません。もう淡々と次のステップへ向かいます。なぜ？それはね、シンプルにこの出来事が次のまた大きなビッグチャンスをつかむために必然に起こっている出来事であるということを知っているんですよね。うん、最短最速でねギュッと凝縮してやってきますから、もう辛いこと苦しいこと悲しいことに目を向けると、それの連続ですよ、はっきり言って。それを乗り越えて、その壁を越えて、あなたが成長して、成長するから成功するわけですからね。成長なくして成功するということはないんでね。なので、もう何が起きてもラッキーみたいな、何かあったらありがとう、何もなくてもありがとう、そして何があってもありがとうなんですよ。そのことが あるおかげであなたは成長できるんです。それをいかに客観的に俯瞰して、その今の自分をね、未来の自分から見つめて差し上げることができるか、ここなんですよね。これね、全て自分が巻き起こしていることなんでね、夢を叶えるとか成功するって思ったのもあなた、そしてそこに対して一歩踏み出したのもあなた、そしてそのための試練を引き寄せたのもあなた、そしてその道を乗り越えていくのもあなた、全てあなたのその主体性にかかってるんですよね。人のせいにしたり依存したり、不平不満を言うたりするのは、これ全く成功者マインドではありません。ですので、全ては自分が源と言い聞かせてね、別に死にませんから、まあ、死ぬような思いすることもあるかと思いますけれどもね、まあ、死ぬこと以外はかすり傷です。もう生きてるだけで丸儲けです。そのことを自分に言い聞かせてですね、どんどん乗り越えていってください。一つ乗り越えたらまた次の壁、そのね、いちいちその壁が出てきてから悩んだりへこんだり止まったりしない、ハードルね、乗り越えてこう走っていくじゃないですか。その障害物、ハードルのね、競技やってる人がいちいちハードルの前でうずくまったりして、もう何にもなりませんよね。そんな感じなんですよ。障害物競争なんですよ。ハードル、そうなんです。この人生はね、その障害を乗り越えていって、軽やかに乗り越えていってゴールするのが、これ成功への道なんですよね。障害出てきて悩んだり迷ったり止まったりうずくまったりもありえないですよね。なので、そういうやっぱり成功者との関わりの中でね、そういう自分をね、何があっても突き進んでいける、そのリズミカルな軽やかな、そんな自分をね体得していくことが大切なんですよね。すなわち環境共有ですよね。つまるところ環境なんですよ。環境の力を活用するっていうことなんですね。あなたがその作り出した環境ね、そしてお仲間入り、させていただいた環境、いろいろと あると思うんですけど、その環境にねどっぷり使ってくださいっていう話なんですよ。もう成功者の方が成功するために集まっていろいろとやっている環境、この環境にねもうどっぷり使い込むということですね。漬物みたいなもんですよ。よう使っているかどうかっていうのね、染み渡るんですよね、その波動がね。そしていつしか自分自身もその環境の中で成功者マインドをね、完璧にこうゲットすることができるわけですけれどもね。よく道を作るは他力なり、そして道を歩むは自力なりっていう言葉がありますけれども、この道を作るはって、道はね作ってくれてるわけですよ。環境がね、先輩がね、それからメンターがね、何かこの自分自身がこの人たちと一緒に、この素晴らしい人生をゲットしようと思って関わったその環境がね道を作ってくれてるわけですよ。でもその道をねしっかりと目的目標を持って歩むのは自力なんですよね。自分の力なんですよね。だからもうしっかりとしたね、その道にまず立つということですね。そして自信を持って歩んでいってもらうことが、歩んでいくことが大事なんですけども、そのしっかりとした道に立つっていうのが、しっかりとした環境に入るっていうことです。そしてその環境の力をねしっかりと活用する、環境に引っ張り上げてもらう、もうとにかくその環境共有なんですよね。いつしかその環境にどっぷりと使っているうちにね、あなたのマインドがね、あなたの魂がね、つるつるに磨かれてね、そしてその成功者マインドになっていって、そしてあなたのオーラで多くの方がその成功にね、多くの方を成功に導いていくことができるようになります。その時にもうあなたは
もう自然とね、そうですよね、成功している、要はお金の自由とかね、それから時間の自由とか場所の自由とかね、健康とかですね、そのいろんな方と会える、その自由に会える人脈の自由とか、そういったあの人生における大切な基盤は全て確立されています。もうその時にあなたは気がついたらスルスルっと、気がついたらサクサクっと成功してきたかのようにね、感じると思います。気がついたらここまで来たって必ずみんなおっしゃるんですよ。でもね、それは無我夢中でね、その環境に自分自身の身を置いてきたからなんですよ。無我夢中っていうのはね、これ漢字を見てください。無我、我を忘れて、我をなくして、その夢中、夢の中ということですね。夢のような暮らしをしている方々の、夢のような人生を送っている方々の中にね、入り込んで、これまでのその我をね、自分自身のこれまでの生きてきた感覚をね、できるだけその脱ぎ去ってね、捨ててですね、その環境にどっぷり使ってみてください。そうすると必ず道は開けます。